はじめまして、角田光代と申します。この度は木目美術館アジア文学賞審査員特別賞をいただきまして本当にありがとうございます。初めていただく海外の賞になります。とても心から嬉しく思っております。この紙の月という小説は2012年に日本で出版されました。最初は恋愛について書きたいと思ったんですけれども、結果的にお金が介在しないと成立しない恋愛の話になりました。この小説をフランスで読んでいただいたことに本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。読んでくださった審査員の方々、そして何よりフランス語に翻訳してくださったソフィー・ラフレさんに心からお礼を申し上げたいです。本当にありがとうございました。いつか近いうちに直接お目にかかってお礼を言えたらどんなにか嬉しいかと思います。ありがとうございました。